SSS を目指して近況報告会パート1ということで どうも皆様、どうもくちゃねです。はい、今日の動画はですね、というよりかまず質問コーナー的な、なんだっけ、相談コーナー的なやつの、答えはあげれたら明日、もしくは明後日、ちょっと伸びたら明後日ぐらいになると思います。まあ、なんとかね、明日の方にとって明日あげようかなと思ってますので、もう少々お待ちくださいというわけで。今日はですね、まあその、今月ね、SSS を目指そうと思っているくちゃねしでございますけども、まあね、ちょこちょこ皆さんに見てもらおうかなと思いまして、まあ何本ぐらい入れたのかな、みたいなのね、見てもらおうかなと思いましたので、今日はその動画ですという名の、ネタがないということですね。はい、今のポイントがこちら見えたな、今。はい、436万7760人ってことで345位ですね。まあ、イベントが終わってからね、全然順位が落ちないんですよね。だからイベント後みんなブワーってやってたんで、イベント終わった後、イベントやってる期間はもう、1日、いや、半日ぐらい放置したらもう100位ぐらい落ちてたりしてたんですけども、イベント終わった瞬間にずっとこの350、に入るか入らないかぐらいをずっと行き来してるんですよね。だから、ほんまに、イベントみんなやってたんだなというのは感じましたけれども、今のところとりあえず436万人ですね。の、ファン数入れました。あとまだマスプラチケットが250枚ぐらいあるんで、まあだいたい600万人ぐらいまではね、持っていけると思うんですけども、600、700ぐらいかな。なので、あとはもうちょっとね、スタドリ余ってる部分もあるので、それを使いつつ、頑張っていきたいかなとは思っておりますところでございますということで、まあまあまあ、まあそのイベント期間はめっちゃ激しかったんで、ランキングが、まあどうなるかと思ったんですけども、やっぱりイベント期間外であれば結構皆さんにあんまりやってない方が多いのかな、休憩しているのかなと思うので、今のうちになるべくね、もうちょっと上がりたいんですけども、ちょっとね、僕もしんどいんで、なかなかできていないのが、ナウでございますけれども、まあ、こんな感じでね、今日の段階でこれぐらいなんで、まあ、なんとかね、まあ、お願いシンデレラ、もう明日で終わりますけども、明日までに、なんとか200曲ぐらいは残、200曲までぐらいまでやって、残りは届けアイドルとか、届けアイドルね、やろうかなと思ってるので、なんとかね、これからもやっていきたいと思いますので、パート1はこれで終わりたいと思います。パート2も、また1週間後ぐらいかわかんないですけども、あげてみたいと思いますので、ぜひぜひ、チェックしてください。というわけで、以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもぜひぜひ、お願いします。では。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもぜひぜひよろしくお願いします。Twitter、サブチャンネルもやってます。よかったらチェックしてみてください。というわけで、ありがとうございました。バイバーイ。